車はこんな感じです。で GoPro Hero 5と、ジンバルの G5 かフェイユテックね。よし、これでヌメという映像が撮れそうです。それでは行ってきます。はい、到着。いや気持ちいいね。よし、2本の木はちゃんとあるので、設営の方をしていきたいと思います。クワガタめっけ、ほらクワガタ、イエーイ、見っけた。下がることはない。よし、はい、1本線が入りました。だいたいこれで110のところで垂れ下がるから、ちょうどこれぐらいで110で設定してます。今日は超ライトスタイルやからね。POD の、グランドシートと、あとモスキートテントとか、これやっていきたいと思います。はい、綺麗にビンと貼れました。素晴らしい。ボールも何もいらんもんな。助かる。ペグ4本だけ。あとは上にタープかけます。
いや、三三持ってきてんけど、やっぱりちょっとでかかったね。はい、あとは前の張り出しだけ。よし、頑張るぞ。ワンズがいないからなんかおかしい気分。はい、これで大体完成。はあ、よし、これでいいんじゃない。十分シェルターとして役に立つよ、これは。よし、今日は雨が降らないからね、上はかぶせなかった。だから、3、4分の1前出しただけかな。3、3のマクに、タープの。そんな感じで、内装っていうか、そんな物を全然持ってこれないから、内装って呼べるものは何もないですけどね。よいしょ。あとあれだけ物を出していきたいと思います。なかなか快適ですよ。ほい、ほれほれほれ、気持ちいい。これが景色です。はい、いつものスペース、いつものように、いつものごとくになりました。わあ、でも蚊帳って涼しいね。開けてたら一緒やけど。よし、さあ、そしたらご飯の段取りしていこうと思います。これだけは持ってきたよ。涼しい、めちゃめちゃ涼しい。やっぱこれはありがたい。あった、あー涼しい、めっちゃ涼しい。いいよねこれ。よし、これだけは絶対いると思って。メスもうほんまに超簡単にいくから。メスティン自動抱き、ご飯もうパッキングも全部してきました。はい、ご飯1合で、固形燃料と SB とポケットストーブ。よいしょ、 SB とポケットストーブ。はい、見えんのかな、逆光で見えへんか。もうこんな感じか。よし、米洗って水漬けはしないとダメですけど、今のところ水はとりあえず2リッター汲んできました。1ヶ月ぶりに米食うわ。ちょうどダイエット始めて1ヶ月やもんね。1ヶ月ぶりのお米ですわ。食べたいな。暑いな。見えるのかな。13時32分、32度、湿度 38%。 暑いわ。は持ってきました。それとサバの味噌煮丼、温泉卵は作ってきました。はい、これでご飯を食べたいと思います。やるぞ。
涼しい。よいしょ。いや、楽しみやな。ミニマムスタイル結構楽しめる。これ楽しい。なかなか設営簡単やし、全然時間かからんし、ロープに綱張ればタープも全部出来上がるし。はい、それではサバの味噌煮の方を温めていきたいと思います。だいぶ温まってるけどな、ご飯の上置いてたから。いよいよ、できてますように。あ、できてる。あ、すげえ。ちゃんとできてるわ。白身が綺麗に取れんな、これは。と、あ、しまった。し、出た出た。ちょっとやばかったな。ちょっとやばいのか。そうか。おーい、ほりゃちょっとやわめ、もう少し長いことやればよかったかな。お、拭いてきました、拭いてきました。そろそろ出来上がるかな。風がちょっとあるからな、風防とか何も持ってこんかったから大変。よし、こんなもんや。よし、できたぞ。よし、できた。で、ご飯オープン。よっ、できた。おいしそう。さあさあ、ご飯食べるよ。1ヶ月ぶりのご飯かけるよ。見んのかな。よいしょ。よいしょ。はい、おいしそう。これはこれかな。よし、ちょっとこっち側に寄ってもらって、卵いくよ。よいしょ。ちょっと卵緩い感じやけど、でも、おー、おいしそう。あとはネギ。違うね、海苔忘れてん。ね、海苔用意しとったのな、刻み。ネギ。ネギ。ネギ山盛り。できました、完成。うわ、うまそう。うわー、とろとろや。うわー、おいしくないわけないやん。うま、めっちゃうまいぞこれ。それではいただきます。卵が絶妙やな。まろやか、うま。これ最高やで。サバはいっぱい入ってるし、うま。
あっと、ネギのシャキシャキ感も完璧やね。なりすぎやわこれ。ご飯なんて絶対食べへんから、1ヶ月ぶりのご飯。この1号ってこんなにあんねんな、入れへんわ。お腹いっぱいまで来たわ。はい、ごちそうさん完食でございます。もう何にもや。あ、美味しかった。36度、36度、暑いわ。日向36度やで。暑すぎもんな。風吹いて気持ちいいけどね。強いなあ。あんまりガスとか使わんから分からんけど、でもあんまりちっちゃくしたら風で消えそうやしな。おいよ、いただきます。あー、うまっ、最高。あー、ゆっくりできた。これではい、綺麗に片付きました。ので帰ります。お疲れ様でした。